回はユウにドッキリを仕掛けていきたいと思います。イエーイ。題してくまちゃんが突然動いちゃうドッキリ。オープニングを取り忘れてしまったので、うん、ちょっと間違えし、ゆうちゃんもいるんですけど、結婚するなら知ってるんですけど、この後もどうしようということで、飛ばさず見てね。お願いね。まさかの展開。まさかの展開。ピーだよ。ピーだよ。わかった。ピーだよ。それではご覧ください。レッツトライ。寒い。家帰る。さっきもそれ。ガチ寒かったね。寒いよね。昨日雪降ってた。あ、朝月曜日死んだもん。先生一発目何とろうね。新年ジェンガ大会。ジェンガ大会。あ、ジェンガね。あ、ジェンガでもさ、さっきの車の中あれは質問コーナーだ。はい。でも質問コーナー。あとあれをさ、あの開けましたよね。あ、確かに。結構思ったんだけどさ、新鮮でいい感じ。うん、新鮮。あ、挟むか。あったか。新年のやつでジェンガやりながらジェンガを引いた人がどんどん、何これ、新しいのおる。あはい、あ、こやつだ、こやつだべ。え、あ、そう、動くやつ、動くやつ、知ってるのか。知ってる。リキや、リキや、リキや、なんか好きでもう集めてたもん。ええー。てか、クマちゃんのじゃ、この前シーンで買ったの。あれ、クマちゃんは今度なくね。あ、そっちに移動したのか。何やるの？ジェンガを一個取った人からその質問の紙があるやん。その紙を一枚ずつ取っていって答えてくる。あ、で倒したい。そういうことか。決めたくしゃべりで、なんかメアの音源。山手線に何か出てきて、山手線ゲームってなんかさ、ユウごめん、このさピカチュウがさちょっと入っちゃってるもんでさ、動かしてほしい。ここに、うん、なんかあのクマの横におっぱい持ちとる。クマのおっぱい、クマのおっぱい、クマのおっぱい。
ませんでした。こんばんは。ちょっと足が合ったらなんか入ってる。はい、今回はゆうにドッキリを仕掛けました。どうでしたか？怖かった。怖かった。ビビりました。今年最後にドッキリ仕掛けちゃったんだよね。てか来年はいいことがあります。最後まで見てくれてありがとうございました。クマ動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。次の動画も見てね。